皆さんごきげんよう。コンパス予報員キャプテン、そして世界のレフェリー島田優です。ジャッジ。さあ皆さん、花粉の状況はどうですか？私もですね、すっかり花粉が治って、声の発声も良くなりましたので、まあ、YouTube 頑張っていきたいと思います。ではですね、今日はですね、雷神の東京ドーム大会、そして大阪大会について語っていければと思います。なんとですね、今回20年ぶりぐらいですかね、10年ぶりか、なんと格闘技が東京ドームに来るということなので、ちょっと巷では盛り上がっておりますが、まあそこをですね、どんなカードを出すのかと思いつきや、まず雷神ではこのバンタム級トーナメントを発表しました。このバンタム級トーナメントはですね、堀口教授に挑戦する決定戦みたいなものですね。東京ドームやって、どっかやって、大晦日にそのチャンピオンがやるという流れみたいです。ですので、そのですね、誰が堀口に挑戦するのかということなんですが、まず、1回戦、8試合、決まってます。で、その中でですね、多分4試合が東京ドーム、4試合が大阪じゃないかと言われてます。で、それ以外の東京ドームの、ちょっと目玉カードを予想していきたいと思うんですが、まず、シエン対大塚隆。この、シアン。シアン対大塚隆なんですが、大塚選手は噛んでるな。はい、どうぞ。ドリーム出てたじゃないですか。出てましたね。この間ね、シュートで負けたのまで見たんですよ。なので、今回出番ないかなと思ったんですけど、なんと、出ることになりました。ありがとうございます。なので、まあ知ってる中で大塚に勝ってほしいと思います。うん。はい。まあね。で、まあ大塚結構、まあ、ベテランなので、多分東京ドームでやってチケット売るんじゃないかと思うので、大塚のカードは東京。なるほどね。というふうにさせていただきたいと思います。生々しい予想でしたね。はい。で、金太郎対伊藤。これはですね、金太郎が勝つんじゃないかなと思ってます。はい。理由はなんかね、結構 YouTuber で人気あるんですよね。で、多分大阪の選手なんですよ。で、彼は大阪だと思いますね。はい。で、金太郎選手の試合は大阪で、伊藤選手はちょっと残念ながら手元に情報がないので、後で調べておきますそしてですね、元谷選手と岡田選手、これが意外と結構注目カードじゃないかなと思うんですよね。ただ元谷選手ってやっぱいいところでいつも負けているので、今回もどうかなと思うんですけど、まあ、これはちょっと東京向きなカードかなと思ったりするんですよね、うん。ただやっぱりその元谷選手もともとなんですか、バーバリアンっていうところにいて、金沢、福井だったので、そこから来るんだったら大阪もありかなと思ったりしますね。だから岡田選手が意外とシュートのチャンピオンで面白いと思うんですけど、まあここはですね、僕の期待を込めて元谷選手に勝ってほしいかなと思います。はい、はい。そして渡辺選手と朝倉海選手、多分これが、メインになるんじゃないかと噂されてますが、みんなの期待は朝倉選手だと思うんですが、僕は渡辺選手が勝つと思います。でそしたら、はい、もう極端な話、はい、このバンタム級の存在意義が覆されるクラスの番狂わせですね、はいはい、そうですね。やっぱそれぐらい番狂わせがあって、おっと大晦日だって、これって変な話、なんか朝倉海が勝って、なんか堀口と3度目みたいになって、なんか誰も見たくないかなと思うんですよ。そこに、おいおい堀口、お前は俺を倒してませんねっていうニューカマーが来ないと面白くないと思うんですよ。なるほど。でも、はい、あれじゃない、ファンとしては、はい、朝倉選手まさかの敗北だったんで、はい、このストーリートーナメントっていうストーリーを経て、はい、奪還してほしいみたいな。そうで、僕は朝倉海はもうここで負けてほしい。格闘技を引退します。YouTuber でお兄さんが頑張ってるんで、お兄さんの専属カメラマンになる僕はそこだと思ってます。はい、カメラ誰でもいいじゃないですか。いや、そんなことないですよ。なんでやっぱりね、なんか霧島ローランドみたいに、はい、もしくは現代に落ちた篠原騎士になるとか、そういう写真家になってほしいですね。静止画じゃん、全部静止画なんですけど、やっぱりあとはもうそういう風にして YouTuber の専属カメラマンになって、はい、そっちで成功してほしいですね。でも確かに渡辺シュートが勝てば盛り上がりますね、はい、盛り上がります、すごい、はい。で朝倉選手はもう引退
ていう引退です。で、早いな。カメラマンです。はい。カメラマン、はい。これで第2のね、篠原騎士として頑張ってください。はい。はい。そして滝沢選手と今成の今成も。やった来た今成。なんで今今成なのかなっていう。コアなファンがいるんじゃないかなと思うんですけど。僕なんかは、はい、今成応援したいですね。いや、僕も今成嫌いじゃないんですけど、この滝沢選手もやっぱり勝ったり負けたり選手なので、はい、まあどっちかっていうとなんかグラップリングの世界未来、うん、僕はグラップリング最近ね クインテッドとかも手伝わせてもらってるので、はい、言うと今成に勝ってほしいですね、うん、で今成にまたクインテッドに出てほしいかなという気がします。今成選手ってもう何年もやってるしベテランですけど、でもなんでここ所じゃなかったのかなっていう気がするんですけどね。あ、確かにそうですね、うん、だからリザーバー所秀夫であってほしいと思いますけどね、はい。そして僕意外と注目してるのが倉本選手とアラン・ヒロ・ヤマニハ。倉本選手実はレスリングですごい実績を残して、はい、なんと奥さんが金メダリストなんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです、女子レスリングの。へえ、はい。なのでそういった意味で言うと東京向きかなと思うので、倉本選手に勝ってほしいかなと思います。はい、はい。そして春日井選手と扇久保選手はまあそうですね、春日井選手でいいんじゃないですかね、はい、知らないでしょ。いや、知らないというか、まあ、扇久保選手も知ってるんですけど、知ってます。もうやっぱりそういうちょっと昔の名前の人をみんな倒して、なんかニューカーマーにみんな来てほしいですね、僕は。でも寒天って書いてありますよ。そうですね、やっぱり寒天のように固くなんか、やばいわ。ロックして、寒天のようにロックしてほしいんじゃないですかね。あと水に入る前の、はい、ああ入る前のと思います。面白いですね、寒天って。で、実は一番僕注目カードはこれなんです。井上選手と石渡選手。井上尚、はい、直樹。彼はね、10代ぐらいでディープとかのチャンピオンとか何にもなったりとかして UFC 行って、でちょっとこう成績悪くてリリースされたんですけど、もう一回多分 UFC に行きたいと思ってるんですよね、うん、でそう思うと井上、石渡、まあ、石渡選手ももちろん知ってはいるんですけど、僕はやっぱり井上選手この間元谷選手にキュッと勝ってるので、なんか今回もキュッと勝って、おそらくですけど優勝、このトーナメントの優勝は井上だと思います。おー、なので僕は大晦日は、堀口対井上だと思いますね。それ熱いですね。はい。それで井上選手勝ったら UFC 復帰ありますね、はい、UFC に来ますって言って、その堀口が取ったベルトをリックルエアのようにゴミ箱に入れて UFC に行ってほしいですはい、ぜひ井上選手期待しますので、とりあえず1回戦皆さん頑張ってください。あとそうですね、はい、まだ5月の話なんで、はい、日があるんで、はい、怪我で出られなくなる選手絶対出てくると思うんで、出てきますね、はい。まあ、所さん準備してほしいですよね。所は準備してほしいです ね、 ね、はい、必ずぜひ。あとはまあ何人かいると思うんですけど、それはまたちょっといろいろ調整したいと思う。多分で、あとはミクル選手も出てくるし、もしかしたら堀口も顔見せて東京ドームなんで出るんじゃないかなと言われてますので、まああとは隠し玉ってなんかあってほしい。僕は最近好きなのがあれですよね、スタリオン。ああ、スダリオン。スダリオね。スダリオ、スダリオ。スダリオじゃなかったですね。スダリオです。スダリオの、やっぱり最初ね、なんか、おちゃらけてきたのかなと思うと、意外と強かったっていうのと、強いやつとやらせろって言ってたので、なんか本当に今回は、バリバリのやつでやってほしいですね。なので、スダリオ対ミルコ・クロコップ。これをちょっとお願いしたいと思いますね。はい。結局、ミルコで。結局ミルコで。でもミルコぐらいで勝っていかないと、やっぱり良くないなと思うし、もしくは石井聡対スダリオとか。それが見たいですね、ちょっと。そういうカードをやってほしいですね。で、スダリオの口をちょっと塞いでほしいですね。そうですね。まあ僕は個人的な話すると、はい、やっぱり青木真也に出てきてほしいです。青木真也が出るのはちょっとハードル高そうですね。ね。ね、だから今度もね、試合するじゃないですか、ワンで。はい、なんであれに政治ノースカットに勝ったら、ますます出れなくなるかなと思うんですよね。そうなんですよね。負けたらチャンスあると思いますね。ああ、そうですね。負けたら逆にワンをリリースされるってことなので、そこはちょっとあれかなと思いますけど。はい。でもやっぱり僕は石井聡に出て、石井聡が勝って柔道最高っていう、やっぱり古賀先輩に伝えてほしいですね。はい、いい終わり方しました。いい終わり方です。はい、はい、じゃあそういうわけで、はい、では皆さん、僕の予想が当たるか当たらないかぜひですね、会場もしくはネット情報で見ていただければと思います。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。